どうも、ロベルト本郷です。はい、ロベルトです。はい、ただベルトです。文句があるのか。ため息、文句があるのか。前回、フルボッコにされましたお前のおかげで勇気が湧いたわ。あ、そうだ、そうだよ、翼カップに出る。あ、出場するんですか。出場する。なんかな、分かった、はい、あの日本代表がワールドカップ前に弱小チームとやる気分がこういうことなんだってこのテンション上がるな、いけるぞってなるわ。なるほど、僕弱小チームやったんですけどベルトと、はい、タダベルトの応援もあるからな、はい、任せてください。サポーターだ、サポーター。はい、よし、はい、出場する。しますか。はい、よし、試合をする。押すぞ、はい、押すぞ、本当に、はい、試合をする、はい、翼カップマッチング、マッチでーす古いマッチングでーす。マッチング、マッチング、先生それも古いまだまだ違う、そして古い。どんな強敵が現れるか。そうだな、うん、来い、俺は逃げも隠れませんぞ。なかなか相手が、あ、決まった、マッチングされた。あ、勇んでるな、相手があるわ。はい、まずはこっちからだ。あ、ラブレート黒ですね。黒、よし、まずはいつものパスワークを見せつけて。お、早いですね、もう無駄なパスですね。パスはすごい。あー、取られた。ここで、あーっと、レベル73の、あ、レベル勝ってますね、レベル。よし、うん、高速シザース。あ、いきなり使っちゃうんですか。いきなりこの違いを見せてやる、相手に。日本一のミッドフィルダーは、この俺だ。ユミクラ行け。さあ、どうなる。よっしゃー。おー、突破、抜いた。違いを見せてやる。こっからもう。よし、さあ、こっから。あ、真ん中行って。お、ここで通れば。お、行った。ここでトラップだな。トラップですね。トラップで、はい、タイガーショットだ。タイガー、至近距離からのタイガーショット。あー、その前に、あ、バルカン、バルカン、ここはで、バルカン多分待てよ、ブロック技持ってますから、ね、ブロックあるから、ワンツーでちょっと突破だ。ワンツーブロックされるんじゃないか。あー、いや、いける。おし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 、危ない。突破した。めっちゃ至近距離じゃないですか。くらえ、タイガー。よし、しょっぽこのタイガーは強いんだ。いや、トンマですか。おう、4です。レベル4、いける。ダブルハンドパンチ、ダブルハンドパンチ。頼む。あ、押したんだ。よっしゃ、おらー。すごい、どんなシュートを吹っ飛ばされる。どうじゃ。ヘッドなんで吹っ飛ばしますね。よし、これでちょっと余裕が出た。先制点ですもんね、はい、よし、初試合。うん、これ勝て、最先ですね、いきなり先制。1点取って。よし。あ、また同じマッチングですね。パスカット。出たね、パスカット。おし。あ、ほんまや。当たった、読みは。あー、届かない。通るか。俺は負けない。伊崎くんか。アウシング。タックルパスカット。タックルパスカットで。お、ここでいけんか。あ、で、よし、あ、読みます。オッケー、オッケー、いける。あ、いい。あ、でもスタミナが、スタミナが、パス。スタミナが、あー、クルーティカル、ニッタ。ニッタくん、よし。もうやっちゃうんすか。強烈タックル、強烈タックル、ハイパワーブロックパスカット。ガッツ買えますね、やっぱ、ジド君。まあ、もうすぐな、まあ、おそらく、あれだろ、ハーフタイムだから。よし、来た、ハヤブシャ。ハヤブシャ。ブロックいけるんじゃないですか。ブロックいけたな。受け止めるやつやります。よし、グワーってやつや。そんな余裕あるか。ほら、止めた。よし、で、ユニクラのドリブル。ああ、こらえましたね、これね、翼くんが。時間まだあります。あ、いける。全力で。で、イーグルタックル。あ、イーグルタックル。パスカット。ライフゾーン。お、打ってくるのかな、もう。打ってくるかもな。あ、ワンツー。あ、ワンツー。よし。ああ、取った、これは。この演出はね。取った。取った演出。
1本目は鴨だらけだ。これが本物だ。これかっこいいですよね、ほんまに。これはすごい。これかっこいい、ほんまに。イーグルタックル。よし。あのヒューがもうスタミナが。スタミナが。あまあ時間を考えてもパスだ。もう一番前線にいますもんね。うん。ワントップだからな。あワントップなんだよね。あ、ヒューガーは。あリバウルバ、でもこれはもう終わるだろう。終わるだろう。よし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 。前半終了。よし。リードですね。はい。リード。一点先制して。スタミナ。ヒューがそのままできます？ヒューが新田レベル60か。6低いですね。低いな。あ、オッケー。決めた。だからシビオが貯める。シビオ。青いに変えて赤いトミヤだ。よし。ディフェンス。おちょっと攻撃力は下がるが、よしこれでいいかな。いますね。ヒューがちょっと心配だが、まあまあワントップでラストのタイガーショット一発にかけよう、はい、よしお待たせしました。はい、イタリアでのニックネームは恐怖のレッドストッパーだ。まあまあ赤い止めや、止めや、リバルダウルパヒューが行かなくていい、ヒューが行かなくていい、ヒューが行きますね、ガッツを使いに行きますね、行かなくていいんだ、ヒューがガッツ使いますね。パスカットが60と、よし、よし、よし、取りそう、取りそう、あおえドリブルは、あもう一発したらすぐ減りますね、うん、これどうしようかな、ワンツー、ワンツーで突破だ、いけるかな。よし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 。赤いはでもあんま上がるなよ。赤いはあんま上がるなよ。ディフェンスラインですからね。翼に渡る。翼ヒューガ君。ガッツ400ですよ。ガッツ使うな。上がってくるかと思ったら上がってこなかった。パスから、1回バックパスで松山君だ。松山頼むぜ。うん。それで。ああ、カウント。これ、翼と赤い。よし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 。勝負だ。タックル、パスカットだ。あ、ここで翼とがカット。よしよしよし。やっぱ UR 違う。戦略通り。UR は違う。行くぞ。これで、レベル99なんですね。レベル99すごい。最強目で上げたからな。1000超えてますし、技めっちゃ持ってますよ。ヒールリフトで抜こう。あ、いけるかな。いけるな。いけるでしょ。抜けはしない。これよく練習しましたね、昔。できないんだよ、これ。これでカウンターのシュート大好きなやつ。これかっこいいっすね。あれ誰ですか？これバル誰だこれ？架空架空ダブルハンドパンチ。俺には通用せん。どうだ？おいしゃ！よっしゃ！スカッタスカッタ！もう2-0っすね。よし2-0。いったかな？このまま逃げ切りましょう。逃げそうです。逃げ切ろう。ではあと20分少々あるな。まあ大丈夫でしょう。いけるかな。はい。まあ相手もシュート打ってこないですからね。これは負けん。ここで角の違いを見せつけてショルダーブロックを。あ、300使っていくそこで。角の違いをね見せつけないと。あ、弾いた。弾くか。あ、松山君。よし松山君。イーグルショット使う。ここでイーグルショット。持ってないこれ。持ってない。持ってないんだよ。イーグルショットないですか。イーグルを。ショットがない松山。そうなんで、もう守備専門。イーグルタックル。イーグルタックル。からの強烈なタックル。あ、うっ、まあ、打ってこないだろう。ああ来た。打ってくる。あ、でも。よし。時間も。松山君すごいですやっぱね。鉄壁。でも攻撃力は全然ない。あ、よし。あ、パスうまい。うまいでしょパス。なんかうまい。でもな、あ、でも全力でいけるかな。全力でノーマルドリブル。いや、打っちゃえ。打っちゃえ。タイガーシュート。タイガー。あ、でもなバルカ守ってくるか。バルカなんか技使ってくれます。あ、ノーマルブロック。あ、ノーマルブロックだからおそらく弾いて、これでヒルナンデスのダブルハンドパンチがどうなるか。弾くか。あ、
押し込んだ。あー違う、あー敵チームだ。でも、まあ、勝っただろう、うん、勝ったよね。押し込めよしよし、松山だ。よしおよっしゃさすがですね。さすがよしよしよし、軟骨 FC 解消。いい感じに勝ちました。これも僕報われました。負けがあったからだよ。ほんまですね、本当に、はい、君の負けで戦力が練るじゃんだ。よかったー、はい、よかった。よし、まだ見ぬキャプツバユーザーかかってこい。かかってこい、待ってるぞ。